こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアリティです。今日一緒に勉強したいと思った曲はティッシュの沈丁花です。いつもいつもありがとねなんてそれが言えないんだろう。負けることが本当の強さじゃない、そう教えてくれたあなた。これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はティッシュと、活動は2011年からしました。レーブルはソニーミュージックレコーズと、事務所はスターダストプロモーションです。はい、この曲は日本テレビ系土曜ドラマ2月の勝者絶対合格の教室の主題歌でございます。この曲はプコールの匠さんとマカロニ鉛筆の服部さんの共作になります。この曲について匠さんのコメントがありましたけど、分かってるんだけど言えない、期待に応えしたいけど思うようにいかない、そんな気持ちにいる人に寄り添えたらと思い、日々前に進む更新曲を意識して作り上げましたとコメントしました。それで皆さんもこの MV を見ながら自分を慰めながら見たらもっといいと思います。では行きまーす。딱처음에들으면진짜오랜만에이런곡나온것같아요그약간직관적으로좋은곡되게레트로하고요약간영국이랑일본의옛날느낌이되게많이들어가지고나도사실노래들으면서비틀즈같다아 진짜너무신나게잘만든것같아요근데사실리듬도어디서들은것같은그런친숙함이있음에불구하고뭔가새로워이게약간그어쩌다만드다보니까레트로가되면되게촌스러울텐데애초에그냥처음부터그냥레트로를그냥의식하고만든것같아요약간옛날느낌을조금주자이런식으로맞아가사랑도이야기랑도딱레트로가잘맞는것같아요그래서뮤비도보면약간레트로감이있어맞아그리고저런도시락이란단어가우리정말예전에초등학교때그치그치아그때가진짜생각나면서딱이런장면들이약간비틀즈의그무비를옛날에딱연상시키는느낌이나더라고네이구도는진짜영국밴드아맞네맞네맞네저표정들도잔망스러운표정 펑크락에서많이나오는그린데이이런분들많이하시죠근데진짜잘생겼더라몰랐어이렇게잘생긴데진짜잘생겼어반칙이야 노래도너무잘하잖아배우활동도아마하고있는아그래내생각에욕심이많으신것같아요왜냐하면여기찾아보면장르가뜨잖아어떤사람들은제이랍어떤사람들은뭐재즈이렇게뜨는데장르가한세네가지있더라고그러니까욕심도음악디슈라는밴드가자체가욕심도많고할수있는재능이많은것같아요이게학창시절얘기도많이나오고드라마도이제 그런데수험에대한성공을기원하면서수험을이제테마로잡고작업을했다고하더라고근데되게아름다운곡이나왔다한국수험그런 느낌은거의전쟁이잖아그러니까그전쟁을응원하는그런느낌이지않을까싶어요여러개응원해주는느낌이요시요시하긴그러고보면머리스타일도약간퀸이런느낌이에요뒷머리기르고여기너무좋아따뜻하다아니까아すごいですよね。はい、お久しぶりに心が温かいになりました。まあこれが中学校の入試についてのドラマの OST じゃないですか。で、正直今は中学校になる年齢の
子供たちは正直この曲なんか古くないとか思うかもしれないです、うんうん、多分中学生になる人たちのためじゃなくて本当に僕たちぐらいの年齢のために作られたと思いますね、うんうんうん、で僕たちが中学生の時になんか聞き慣れてた曲の風に作られてるんじゃないかなと思います、うん、僕はなんか高い音の曲も好きなんだけど、たくみさんの声聞いたらなんかあ落ち着く感じ、なんか特別ななんか例えばいつもいつもありがとうねでもなんかテクニックはもうそんなにないんですけど、声だけでもなんか美しいな、うん、なんか感じれる、本当に好きです声。それとあのドラマを一回見たんですけど、なんか面白すぎてなんか曲が流れることすらなんか忘れちゃうっていう感じの、なんか全体的に温かい雰囲気の、うん、割と温かい雰囲気のドラマでした、うん、で多分そのドラマを意識してあの強い楽器とかも入れず、なんかこういう丸くなんか温かい音色の楽器を結構入れて作ったんじゃないかなと思いました、うんうん、聞いてみたらなんか僕をなんか慰める感じに、さっき言った通りに丸感じがありますよね、うん、なんか聞いているとなんか少年に戻ったみたいに、はあ、聞いた時にお幸せとかなんか感じれました。このサビのところで匠さんの声だけではなく歌唱の部分がありますけど、うん、それにも意味があって一人じゃないって言いたかったって言いました。それで皆さんは一人じゃないですの意味で歌唱でサビを歌ったと言いました、うん、ありがとね今日はそれが似合うじゃな진짜위로되는말을되게많이잘썼다가사도난이거보면서한소년이어른이돼서이제그사랑을누군가한테주는그장면을보고아잘컸다전약간일기를보는듯한어렸을때쓴일기를보는듯한느낌이들더라고그뭐단어들이어렵지가않아요나나진짜이렇게된다리듬이진짜그퀸이나그린데이좀진짜랄랄라를이렇게마지막까지채우는것도자신감이거든요 요새는계속막변하잖아요 확인확인どうでしたか。いい曲はテクニックが完璧に上手な曲でもいい曲だと思うんだけど、いい話がなんか感じれる曲でも本当にいい曲かな思いました。ありがとうございます。なんか歌いやすい曲を久々に聞いた気がします。なんか歌える曲は少ないんですけど、多分これもめっちゃ歌うんじゃないかな、うんうん、おー、じゃあ次のライブで。あおあ楽しみ。ギターも弾けながら。この沈丁芸の花言葉があります。この花言葉は栄光と勝利の意味ですけど、僕もこの曲を聴きながら人生を生きたら結局勝ちますようになると思います。ありがとうございます。僕たちの年齢で今育ってきながら聴いてきた音楽はこういうのが結構多いと思うんですけど、ここまでパンクロックを多分そういう作家さんたちもいろんな作家さんたちがやりたいと思うんですね。聴きながら育てた曲だから。でもこれができるっていうのは本当にそういう自信感とそういうしっかりした基本形実力がなきゃダメ、ここまで美しくできないので、すごいと思いましたね。はい、僕もなんか聞きながらめっちゃ癒されて、笑顔が咲くようなさくらんぼのような曲だと思いました。ありがとうございます。あ、めちゃくちゃたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。
いつもいつもありがとねなんて。